梅雨の晴れ間に夏を感じる今日この頃、皆様熱中症対策は心がけていますでしょうか。気づかない間に脱水症状になることもありますので、こまめに水分補給をしながら一日をお過ごしください。また今年も七夕の時期が近づいてまいりました。皆様の願い事が天の川へ届き叶いますよう心よりお祈りいたします。マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。現在新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、急遽予定していたイベントを中止または延期する場合や、市の施設が休館となる場合がありますのでご了承ください。なお最新情報は市ホームページよりご確認ください。それでは初めに土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸とお気に入りの場所で写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックへの掲載や番組での紹介をいたします。今回の写真はこちら、山本さんからの土フォトです。駅前で美味しいクレープを買って土丸と一緒に食べました。暑くなってきたのでそろそろかき氷が食べたいですというコメントをいただきました。山本さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は第71回社会を明るくする運動協調月間、平和の大切さを伝えるための原爆パネル展、ヒューナックアクアパーク水郷オープン、危険物取扱者試験、市立博物館夏季展示、展示の見どころ解説動画についてお送りします。はじめに第71回社会を明るくする運動協調月間についてお知らせします。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。毎年7月1日の公正保護の日から1ヶ月を協調月間とし、今年で71回目を迎えます。犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築いていきましょう。詳しくは社会を明るくする運動土浦市推進委員会事務局までお問い合わせください。次に平和の大切さを伝えるための原爆パネル展についてお知らせします。平和の尊さ、核戦争の悲惨さを伝えることを目的として、ご覧の日程、会場で原爆パネル展を開催します。また8月6日金曜日と9日月曜日はご覧の時間に原爆死没者慰霊と平和記念の黙祷にご協力ください。なお今年度の広島平和記念式典への平和施設団の派遣及び人権と平和の集いは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とします。詳しくは総務課までお問い合わせください。
続いてヒューナックアクアパーク水郷オープンについてお知らせします。期間は7月10日土曜日から8月31日火曜日までで、時間は午前9時から午後5時までです。入場料は大人・高校生が1220円、小中学生は610円、幼児は200円で、3歳以下は無料です。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、入場制限をする場合があります。詳しくは、ヒューナックアクアパーク水郷までお問い合わせください。次は消防本部予防課から危険物取扱者試験についてお知らせします。10月2日土曜日午前9時30分から土浦工業高校で実施します。午前9時に集合してください。費用はご覧の通りです。消防本部にある申込書を消防試験研究センター茨城県支部へ郵送、またはホームページからお申し込みください。郵送での申し込み期間は7月15日木曜日から26日月曜日までで、ホームページからの申し込み期間は7月12日月曜日から23日金曜日までです。詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。最後は市立博物館から夏季展示、展示の見どころ解説動画についてお知らせします。霞ヶ浦に育まれた人々の暮らしをテーマに、夏季展示の見どころの解説動画をホームページに掲載します。期間は6月29日火曜日から9月26日日曜日です。解説テーマは、古文書が語る土浦の植生、産物調査の記録など4つのテーマがあります。詳しくは市立博物館までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸じゃんけんです。次はウォッチング土浦です。今週は上高津貝塚ふるさと歴史の広場で行われた土浦ミュージアムセミナー2021の模様をお送りします。
6月20日、上高津貝塚ふるさと歴史の広場で土浦ミュージアムセミナー2021の第1回目が行われました。このセミナーは、土浦の歴史について学芸員が紹介する講座です。このミュージアムセミナーというのはですね、実は学芸員が集まって市史検討会という研究会を、実施しているんですね。土浦市内の研究成果について学芸員が持ち寄って発表する場なんですけれども、その成果を市民の皆さんに広く還元しようということで、2009年から、市民向けの講座として行っております。今回土浦の考古学の先駆けということで島田増次郎という方のお話をさせていただきましたけれども、この島田増次郎さんという方なんですが、北名という場所に住んでまして、お家は農家やられているようなお家だと思うんですけれども、明治時代、明治20年30年代にですね、地元の考古学、いろんな遺跡とか遺物とかそういうものを当時の学会の雑誌に投稿してですね、いろいろ研究をされた方です。土浦市には数多くの遺跡や歴史的に貴重な資料などが残されています。皆さんも上高津貝塚ふるさと歴史の広場を訪れて、土浦市の歴史の一端に触れてみてはいかがでしょうか。献血ご協力のお願いです。7月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション。わずか40分の献血で救われる命があります。皆さんぜひご協力ください。マイシティ土浦では、暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー菅井がお送りしました。小さな手のひらに掴んだ風船よ、幼い日の鮮やかな青空へ、夕焼け染まる頃、帰り道急いで緑色の絨毯を走る。